演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ローソンの街のパンをいろいろ買ってきましたので食べたいと思います。どれも美味しそうだな。街のパン、先日1周年を迎えたっていう話ですが、あんまり食べてないんですよね。去年の栗拾いの動画で1個食べたぐらいで、なので今日はとりあえず店にあるやついろいろ買ってきました。全種類じゃないんですよね、残念ながら。まあ本当は全種類食べたかったんですけど、お店になかったら仕方ないですよね。で、何に開き直ってるんですよね自分。ではまずこちら、なんか今一番人気っていうあんバターチャンスを食べたいと思います。ミルクバターもあるみたいですけど、これ売り切れでしたので、あんバターだけでも購入できる1つあるだけでもありがたいものです。まあ、喋ってないでさっさといただきましょうか。では、おっと、ちょっと中身を拝見。おっと、こういう風に割れるんですね。あんこたっぷりで美味しそうです。では、いただきます。フランスパンはしっかり固めで、どれも人気に恥じない美味しさですね。やっぱりあんバターはいい。こうなってくるとミルクバターも気になってきますね。最初に食べたあんことバターのフランスパンはもう人気なのも納得でしたね。あんこのさっぱりとした甘さとバタークリームは口の中で固めのパンを噛みしめるたびに広がっていきます。本当に美味しそうですね。こうなってくるともう一つの方も食べてみたくなってくるな。で、次に食べたこちらの明太フランスも割とやっぱりフランスパンなので固めのパンで、それで明太フランスはですね、多分明太マヨネーズですね。いや、マヨネーズはちょっと違ったな、酸味あんまりなかったし、のそんなにあえて辛い系統ではなくて、さっぱりとした程よい刺激のある辛さでした。なのでこちらもおすすめですね、固めのパン。で、続きまして、このチョコフランスパンは、前日の2つのフランスパンに比べると、ちょっと生地は柔らかめで、この代わりチョコレートの風味が口の中に広がってきました。ただ、フランスパンとして考えると、ちょっと硬さが不足してるかなという感もありましたね。ほろほろ崩れているのはいいのですが、歯ごたえも欲しかったかな。あれだとただのチョコパンになっちゃった気がしますので、で、こちらの、もっち麦もっちパンバター、これはかなりシンプルですね。ブラシードの流れを組んでいるのでしょうか。もち麦の食感を感じつつ、バターの芳香な香りが口の中に広がってきましたが、やっぱりシンプルなので、もう一押し何か欲しいなって思うような気もしました。で、まだまだ食べていきますよ。次は、このくるみかま食べていきたいと思います。どんな感じなんだろう。ちょっと崩れそうで怖い。柔らかいな。もうこれ開けたら間違いなくくるみが落ちるので、いただきます。ザクザクの次はサクサクとはいかないか。ちょっとこれ一つ大外れがあるんですけど、これちょっとお店で出せるの。こちらのくるみカマンはザクザクとしたくるみの食感の後に、さっぱりとしたちょっと塩気のあるチーズクリーム、口の中にふわっと広がってきて、柔らかいパンとよく合っていましたね。パンが柔らかめな分、くるみの食感とチーズクリームの酸味をより直に感じることができて、とっても美味しかったです。これもおすすめできますね。で、続きまして食べたのは、ちょっとこっちじゃないです。こちらの焼きチョコタルト。こちらは生地は、部分は自分好みのサクサククッキー生地で美味しかったのですが、タルトの上の部分がちょっとケーキ生地になんかになっていて、クリームが多いタルトとはちょっと違うかなとは思いましたね。キーを乗せた逆メロンパンみたいな感じで食べると美味しいかもしれません。しかしタルトとはやっぱりちょっと違うかなとは思いましたね。何回見て申し訳ないんですけど。そしてこの焦がしバターのクイージーアマン、これはちょっと自分の食べたやつだけかもしれませんけど、ちょっと焦げすぎです。はっきり言ってなんか口の中に一口目噛んだ瞬間に焦げた、あの嫌な苦味が口の中に広がってきてしまいました。これだけなのと思いたいんですけど、これではちょっとお店で買った商品でこれが出てきたら、ちょっとおすすめはできませんね。せめて他の商品は焦げていないことは祈ります。そしてこのダブルクリームツノパン、かけパクパンか、
角パンはなんかダブルクリームということでカスタードクリームとホイップクリームを連想してたんですが、2種類ともカスタードでとろっと食感とちょっともたっとした食感のある2種類のカスタード入ってました。でカスタードでも食感を味わうことができて、上に乗っているアーモンドの食感も程よいアクセントになっていて、これも美味しかったです。カスタードクリームパンも侮れませんね。では次はこちらの方向クリームのデニッシュいただきたいと思います。クリーム連発、どんな感じなんだろう。こっちは方向ってことはどんないい香りなのかな。ではいただきます。ラストスパートいきますよ。じゅわっとくるこの甘さが最高です。入ってる方がこれはいいですね。入っているというのはもちろん、まずこちらの芳香クリームのデニッシュは噛んだ瞬間に芳香というだけでちょっと香りが強い、おそらくチーズ系のクリームの香りが口の中に広がってきましたね。まあ、チーズではないのかもしれませんが、それが程よい爽快感、爽やかさを出していて美味しかったです。デニッシュの生地も程よい歯ごたえがありましたからね。そしてこちらフランスパンのフレンチトースト、こちらはフランス前日のチョコフランスパンと同じで、フランスパンと言われないちょっと硬食感が足りないような気もしましたが、フレンチトーストなのでちょっと染み込んでいる卵液が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。ただもうちょっと奥まで染み込んでいてくれた方が良かった気がしますね。どうせならちょっと手前の方で止まってしまっているので、奥の方に行けば行くほどただのパンになってしまっている感があったのは少し残念でした。そして最後に食べたそのラムレーズンのフレンチトーストでは、商品を開発された方は先ほどのフランチトーストの問題点を理解してくれたのか、いや同じ日に買ってるので理解してくれても何もないのですが、こちらはより奥までパンにの卵液が浸透していて、さらにラムレーズンの甘酸っぱさも加わってとっても美味しかったです。それと酸味が入るとさっぱりいただくことができますね。というわけでいろいろ街のパンを食べてみましたが、今回食べた中で特におすすめだと思えたのはこちら、この1番がアンバターフランス、2番がクルミカマン、3番がレーズンのフレンチトーストですね。これらいつでも美味しかったです。なのでトップ3のように思いますが、今回はもう一律こちらでこちらの点数とさせていただきます。本当おすすめですよ。これぜひ食べてみてください。立春なのですっとこどっこい許すかな、よっぽど上機嫌なのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞へい演舞。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。